こんにちは、アンナスです。今日も質問が届いたので答えていこうと思います。布テープの端切れは何のために刺繍するのでしょう。そして最終的には綺麗に跡形なく解くものなのでしょうか。ということで、何のことを言っているかというと、私が本でよく紹介している、よくというか多分この本なんですけど、この本の中で子供用のお名前付けの時に布テープってこんな細いテープに刺繍をするんですけど、その時に枠に入らないので端切れを縫い付けましょうって書いてるんですけど、ちょっとそれについて疑問があるそうなので、ちょっと実際手元を見せながら説明したいと思います。それではどうぞ。はい、それでは説明します。よく子どもの服なんかでこういう名前をつけてくださいみたいなのがあって、こういうのつけると思うんですけど、名前水木たけるって誰やねんって感じですけど、まあ別に気にしないでください。これは前の本の時に作ったもので、そのまま置いてあったので今ちょうど出してきました。ここに名前を刺繍する時にこういう布テープとかを使って刺繍をするんですけど、これ枠ができないんですよね。ちょっと刺繍枠してみましょうか。これだとまあできなくはないんですけど、ここに空間が空くので刺繍してるとどうしてもこう布がギュッと真ん中に寄りがちになってしまうので、こうではなくて端切れを上下に縫い付けて、まあどっちでもいいんですけど、ここをまあ大雑把に並縫いするだけでいいです。ちょっとカメラの真ん中で。ただ刺繍をするのでちゃんと隙間を空けておいて、ギリギリのところで並縫いを上と下とやって、で今ちょっと縫ってないんでそっとやってますけど、並縫いをした後に、こういう状態にします。それで刺繍する方がもう確実に刺繍しやすいです。布もギュッとならないですし、こういうものを作って、で並縫いの幅っていうのはそんなに長くなくていいです。普通に下玉留めにして、こうですね。あんまり細かくすると最後抜けなくなるので、もう 1.5 センチか2センチぐらいの大雑把にザクザクやっていって、ちょっと色が見えにくいかもしれないですけど、すごい適当で申し訳ないです。こんな感じで、だから刺繍糸なんかその辺に残ってるのとか、まあ、私はその辺にたくさん残ってるのでその辺の使うんですけど、まあ、どんな糸でもいいのでこうやって縫ってからやって、で刺繍が終わったらもうここの玉留めのところを切って、こっち側引っ張ったらシュルシュルと取れるので、まあ取るときめんどくさくないように、まあ大きく縫っておけばいいと思います。以上です。いかがでしたか。質問などまだ受け付けていますので、下のチャンネル概要のところのメールアドレスか、またコメント欄とかでも受け付けていますので、どんどん送ってください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。